ゆずが行くおすすめスポット in 横浜。これから横浜のおすすめスポットをゆずが紹介してくれるよ。おすすめの場所で2人が写真を撮って横浜マップ完成を目指します。おや、車内から2人の話し声が聞こえてきましたよ。さあ始まりましたよ。そんなわけで、そんなわけで日産サクラに乗って非常に静かですね。ね、快適ですね。快適だよね。スーッと進む感じ、うん、どこ行きましょうかね。これ ね、ちょっと横浜我々地元なのでね、うん、ゆかりの地を巡るということで、まずはどうしましょうかね。最初は、はい、横須賀行きますか。もう横須賀とか言ってるんですか。初めて言ったけど、なんか地元の人って意外とスタジアムとかさ言うね、ハマスタって言いづらいところがあります、ね、はい、初めてっていつ。ナイターじゃないですか、野球見に。誰かしらがさ、うん、その内野席年間シートみたいなのあるあるある、会社で買っててさ、うん、いただくんだよね、うん、あるね。俺お姉ちゃんの、はい、なんか友達の、はい、ちょっとなんかギラついたおじさんみたいな、はい、人が、うんうん、なんか弟も一緒に連れてってやるよみたいな。あ、チケット持ってる、ね、そうそうそう、チケット持ってる、いるじゃない。チケット持ってるおじさんは結構いたんだよ。いるじゃない、いたじゃない。いたいたいた。まさか自分たちがライブやると思ってなかったからね、うん、それはね。ネット盆踊りが先だもんね。ネット盆踊りが先ですからね。いや恥ずかしいって。いやいや、それは恥ずかしい。この状態のバレ方めちゃめちゃ恥ずかしい。あ、どうもゆずです、どうも。こうやっていつも移動してるってね、思わないでくださいね。いつも二人なんですよ、こうやってね。昔これ渋谷の道玄坂でこう同じ、ね、同じ目にあったありましたね、これ。あれゆずじゃね。恥ずかしかったね、あれ。2000年に初の横浜スタジアムを成功させたゆず。ラッキー池田さんを招いての盆踊りや野外ライブならではの派手な演出など、これぞゆずエンターテインメントというべきライブでした。一つ目のおすすめスポット、横浜スタジアムに着いたみたいですよ。さあやってまいりました、はい、お話出ました、こちら、はい、横浜スタジアムです。ハマスタ、ハマスタ、横スタ、横スタ、何でもいいですが、もう馴染めない横浜スタジアムです。早速撮りましょう。あそこに書いてあるから、あれが入れた、はい、入ます。あ、入った入った入った、いい距離感ですね。こんな感じ。はい、チーズ。横浜スタジアムを出発した2人、次はどこに向かっているんでしょうか。次はね、はい、阪神日本丸。おー、行ってみましょうか。なんか氷川丸の方が横浜の
顔みたいな感じじゃない。あそう、ね、だから日本丸って俺実は、はいはい、ずっともちろん知ってたしあったけど、あのオンラインライブの時、あれで初めて行ったっていうか乗船ね。そうそうそう、穂がね、うん、張ってないじゃない普段。そう、たまに張るんだよ。そう、たまに張る、うん、穂張る日があるんだ。あまりにも当たり前のこのなんか港未来の風景すぎてそう、ね、穂ありなしも正直そのライブをやって、うんうん、その後から今日穂が上がね、あるなとかなんかそうなんだよね。だよね、穂があるとまあまあ映えるよね、うん、よかったな、あのなんか使い方っていうかあそこね、あそこ結構楽しかったな。憧れの船ですよね、うん、コロナ禍の2020年9月27日からデビュー記念日にあたる10月25日まで毎週日曜日に配信されたオンラインライブツアーアゲイン。帆船日本丸の上で桜木町歌えるの2曲を演奏した思い出の場所です。2つ目のおすすめスポット、帆船日本丸に着いたみたいですよ。さあ着きました。はい、日本丸じゃないよ、日本丸だよ。そうなんですよ、着きましたよ、はい、日本丸です。こちらね、おー久しぶりだね。どうせならこれランドマークも入れたいとこですけど、欲張りだね。やっぱりこう欲張っちゃう、やっぱ煽るね、なんかね、煽るとランドマークがそびえ立ってるね。これだとランドマークしか見えない。ああ、ちょっと G 入れたいですね。 G どこだ、日本丸の G 入ってるよ、入ってますか、うん、はい、これでどうだ、せーの、横浜スタジアムと帆船日本丸を紹介してくれた2人、ゆずが行くおすすめスポット in 横浜マップ、みんなもぜひ訪れてみてくださいね。ゆずが行くおすすめスポット in 横浜。これから横浜のおすすめスポットをゆずが紹介してくれるよ。おすすめの場所で2人が写真を撮って横浜マップ完成を目指します。おや、車内から2人の話し声が聞こえてきましたよ。横浜のいろんな場所に行こうというこの3日連続の企画ですけどね、日産桜に乗りながら今日もお届けしますけど、はい、静かですよ今日も、静かだね、穏やかにね、うん、さあ今日はね観覧車行きましょう。おお、コスモクロック。コスモクロック、ね、これ意外とみんな観覧車観覧車って言いますけど、時計なんですよ、あの観覧車。コスモクロック、コスモクロック行きましょう。コスモクロックはだからあれですよね、横浜博覧会。 Yes 89 Yes 89、うん、89年 Yes 89 テーマソングの時はする Yes 89、ね、桜に乗ると歌声も静かに聞こえますね、うん、高らかに声高らかに Yes 89ってこれテーマソングですね。だ俺たちは中学校1年生の時の、はい、あの遠足っていうか遠足、ね、で行ったよね、うん、そうそう、社会科見学というか、うんうん、その観覧車の印象ないよ、うん、あ、そうだ、もうめちゃくちゃ混んでたからね、うん、なんかだからみんな乗れないのよ。そうだよね、うん、だなんかガリバー感の印象しかないもん。ガリバー感とかね、ガリバー感、いろんなパビリオンがあって、うん、そのガリバーもあったね。ガリバーあった、俺ガリバー感しか覚えてないよ。イエス89の後に横浜博覧会、横浜博覧会の後に、うん、はい、あのそこが公園になるっていうか、そのコスモワールドという、そうだよ、遊園地に今なっている。今2人が向かっているコスモワールドのコスモクロック21は2004年6月2日にリリースされた桜木町の歌詞の中に出てくる大きな観覧車でおなじみの場所。横浜に来たら一度は訪れたいスポットの一つですよね。一つ目のおすすめスポット、コスモワールドに着いたみたいですよ。着きましたね。というわけで、はい、着きました。やってやりました、うん、正式名称コスモクロック。コスモクロックドンドン。あんまこう近づくと、はい、ただの鉄骨、鉄骨になっちゃって、うん、この辺がいいと思う。場合はこの辺か、はい、まああっちかこの辺かね。あ、どうもね、ありがとうございます。ね、カップヌードルミュージアム、ね、
作りましたか？作りました、ね、謎のお肉入れましたか？いいですよ、はい、あ、こんな感じだ。あ、いいですね、いいですね。よし、こんな感じで映ってる、ちゃんとコスモクロックが、コスモクロック映ってます。いくよ、せーの。コスモワールドを出発した2人、次はどこに向かっているんでしょうか。山下公園行きましょうか。山下公園、山下公園ってゆかりといえば、まあでもあれか、花火大会とかね、我々地元民とすれば。そうね、花火大会だね。あれだ、あの地下街のミュージックビデオで、うん、あ、撮った ね山下公園はね、うん、その花火大会でやっぱり、うん、なんかこう誰と誘っていくかみたいな。そうね、うん。2人が向かっている山下公園は1997年10月25日リリースのゆずの元に収録されている地下街のミュージックビデオの撮影地としてもおなじみ。さて、リーダーは当時のことを思い出すのかな。2つ目のおすすめスポット、山下公園に着いたみたいですよ。どうして、うん、なぜ雨。僕たちは晴れ男だと思ってましたけど、うん、雨です。まあでもせっかく山下公園来ましたから、はい、ね、一発写真収めて帰りますかね、うん、そうですね、スポットですから。まあ雨もまたよしです。ちょっとこっちかな。ああ、こっちですかね。こっちは雰囲気出るから。川丸を、うん、うわ、傘が邪魔だな。あ、これこれ、違う、これ、お、俺のちょっと右足なんだろこれ。なんだこれ、俺もこれなんだこれ、サタデーナイトフィーバーみたいな。なんだろこれ、せーの。コスモワールドと山下公園を紹介してくれた2人、ゆずが行くおすすめスポット in 横浜マップ、みんなもぜひ訪れてみてくださいね。おすすめスポット in 横浜。これから横浜のおすすめスポットをゆずが紹介してくれるよ。おすすめの場所で2人が写真を撮って横浜マップ完成を目指します。おや、車内から2人の話し声が聞こえてきましたよ。そんなわけでね、また桜に乗って、今日はどちらへ。今日は ね行きましょうかね。はい、Kアリーナのこけらだって言ってんのにね、はい、ピアアリーナ行きましょうか。あ、ピアアリーナピアアリーナ MM ピアアリーナ MM ですよ。港未来の略でしょうね。そう、さっきは寒いよ、これ始まる前に、はい、はい、もう K アリーナの頭いっぱいだから、うん、はい、ピアアリーナ KK って言ったよねKK 何の KK のピアの表紙ね。もう知らないっしょみんな。だ、今みたいにさ、もうスマホでちょちょっと見たら、うん、情報が入るなんて時代じゃないからね。俺たちライブとかなんかイベントっつったらピアっていう雑誌を買ってね。でそれでこういろいろ見てなんとかね、たまたまその時違うのもこれもやってんだとかさ、そうそうそう、作品で、うん、ゆの欄で探すんですよ。それぜひぜひ。ゆずゆらゆら帝国です。あったよ。ゆずゆらゆら帝国、ゆさみもりです。あったその作品のとこにね。でもゆず入ったらちょっと嬉しかったですよ当時。で俺たちが、うん、いまだにあれ持ってるよ俺。あの表紙になった時、表紙になった時のテレフォンカード、はい、あれね。今向かっているピアアリーナ MM はコロナ禍でなかなかコンサートを開催できない状況が続く中、こけら落としとして2020年7月10日に弾き語りの映像配信を行った場所。会場のど真ん中で演奏する2人から早く平穏な日常が戻ってほしいという願いが伝わってきました。一つ目のおすすめスポット、ピアアリーナ MM に着いたみたいですよ。さあやってまいりました。はい、こちらは、うん、ピアアリーナです。ピアアリーナ、うん、どこで撮ろうか迷ったけど、はい、ここがいいんじゃない。このやっぱもう今日中入れないですからね。入れないから、うん、このやっぱせっかく名前書いてあるからわかりやすいですねピアアリーナ。もうちょっとこっち来て、もうちょっとこっち来て。ああ、いい感じ、いい感じ。はい、チーズ MM。
ピアアリーナ MM を出発した2人、次はどこに向かっているんでしょうか。もう原点ですかね。お伊勢崎モールにもういいんじゃないですか。もういいですよねだいぶこすったよ。もういや僕も言いましたよ、うん、打ち合わせで、うもういいんじゃないかと。もうだってないよ。当時の日で行ったよね、うんうん、あそう屋上で、屋上でねライブをやりましたね。あの行く道中あれ生放送だった。あれあそうそうそう、あーっていうさ、なんすかなんすか、あーちょっといいじゃない、あーっていう、あーもうあの愉快な仲間たちね、伊勢崎市長の愉快な仲間なかなかの距離で俺のところに愉快な、あーゆすちゃんのあーっていうのが衝撃映像が愉快だな。こけら落としができるグループになったり、そうですよ、また伊勢崎市に戻ってるっていうさ、伊勢崎モールにねカトレヤプラザ伊勢崎はゆずが路上ライブを行っていた聖地ともいえる旧松坂屋。当時の日ライブファイナルで屋上から生放送したこともある言わずと知れたゆず原点の地です。最後のスポットカトレヤプラザ伊勢崎に着いたみたいですよ。さあというわけで、はい、伊勢崎市長、はい、カトレヤプラザ前にやってまいりましたが、ね、あの、はい、来てみたらですね、うん、意外とその、うん、映しちゃいけないもの、はい、人が多かったのでこの辺りでやっていこうかなと思ってます。ミニマムにやりましょう。ミニマムにいきましょう。はい、こちら、ね、こちらです。もうだいぶこすりましたけどもまた来ました、ここに、ね、これでもここでツーショットは実はあんまないじゃないですか。そうですね、あんまないからね、うん、さあじゃあ、はいはい、せっかくなんで ね、 ね、はいはい、ミニマムにいきましょう。ミニマムにちょっとくださいね。はい、はい、チーズ。この看板も1、ピアアリーナ MM とカトレヤプラザ伊勢崎を紹介してくれた2人、ついにゆずが行くおすすめスポット in 横浜マップが完成しました。みんなも行ってみてくださいね。 OK、 それじゃサブリーダー、そろそろピアアリーナ戻りますか。戻りますか。よいしょ。愛を語れるほどそんなに深くはない。